冷ややっこにはめんつゆ。はいどうも、ギュアチンです。はい、今回ですね、遊戯王デュエルモンスターズ5をやっていきたいと思います。今日はいつもカードを買っているお店でデュエル大会が行われている。サイドデッキが重要なデュエルだ。順調に決勝まで進み、次のデュエルストに勝つと優勝だ。席に着くと相手もやってきた。果たして今回は、おっと来た、なんやお前が相手か。ちょっと気が抜けてしまったわ。ほんならちょちょいっとやってしまおうか。ダイナソー龍崎くん、グー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 。あいやー怖いね。今恐竜デッキ流行ってるからね2017年ね。怖い怖い。あ、不正からなしか。ドロー、死者蘇生、炎の魔人。あー行こう。アックスレーダー召喚。なんか城之内になった気分行くぜ。アックスレーダーで攻撃、オッケー。おっと、マジっすか。怖い。なんでさ、岩石の巨兵とか持ってんのおかしくない？怖い。ネガザウラ、あー、ソードドラゴンか。いやー、強いわ。ちょっと待って待って。強い強い。さすがやな。ホーリーエルフでなんとかお茶を濁すしかないね。ターンエンド。くそ、しのぐしかないな。くそ。屍をむさぼる竜。強い。基本的に強いぞ。やっぱ。やっぱりね、ファーストステージのやつらとは違うね。肩たちはね。お肩たちとはね。どうだ、この首の長さ。思い知ったか。よし、ドロー。マッチ戦ですからね、今回も。お、幻影の壁。これはちょっとね、とりあえずは。オッケー。ターンエンド。生贄召喚してきてほしいところだね、なんとか。おっと、トラコドン。かわいいカード。おし、さようなら。おし、100上回った上に、相手の手札に、ララバイという感じですわ。オッケー。おーしよし。ドロー。おっと、サンダーボルトか。ちょっとね、早いね。今のところはちょっと、様子見って感じで、この辺出しとこうか。一応ね。ターンエンド。サンダーボルトは後に残しとこう。攻撃力の上級モンスターが、ワイルドラプターで何攻撃すんの？ああ、なるほどね。まあいいっすよ。炎の魔人。デュエルモンスターズ4の時の絵柄とは全然違うんですよね。オッケー。来た。お株を奪うような。行くぜ、召喚。2頭持つキングレックスの召喚や。オッケー。とりあえず。はい。ワイルド。ラプターを攻撃しましょう。いいね。ワイルドラプターとトラコドンでこう、挟んでるってあたりもすごいね。これ2頭持つキングレックスの攻撃力1600っていうのがね、未だに僕はね、納得いかないっていうかね、失敗だったんじゃないかっていう説がね、入り乱れててね、僕の脳内ではね。来た！ソードドラゴン。お！召喚さんを召喚してきたか。なるほどですね。OK です。ね、せめてね、攻撃力2000とか2200の上級モンスターであってほしかったね。なんか恐竜族最強とかね、歌ってたんだったらね。鋼の甲羅。あ、なんだ、ちょっと待って。水属性か。で、ここはちょっとね、僕、やりたいことがあって、一気に攻めていいですか？サンダーボルト。サンダーボトル。魔高麗。そして、死者蘇生。みんなこのね、デーモンの召喚を入れてるあたりとか、やっぱ昔のなんか遊戯王を思い出すというかね。うん、召喚しますと OK。 かつ、じゃあスカイハンターを召喚します。まあいっか。 OK。 順当順当。ただ、さすがにちょっとね、油断はできない。もしかしたらサンダーボルトとか
ってくる可能性あるしね。全然 OK、 スカイハンター。わあ、ああ、実世界でデュエルしてこれでね、もうデュエルの欲求を満たしてますからね、僕は普段。お、どうしたどうした。お、荒野、今さらここちょっとばかり使ってきたね。おお、このエフェクトかっこいい。うっそーん、うっそーん、だからやらったんだ。嘘でしょ、マジかこいつ、ふざけんな。ほんと昔のデュエル思い出すわこれ。いやー、ワンターンが命取りになるな。ちょっと待って待って、デビルドラゴン召喚、あーでもやられるよね。次ソードドラゴン出すからね、どうせ。ここは相打ちします、あえて。上級モンスター出される可能性高いんですよね。うーん、私はこういう道を選ぶ。モンスター切れないか。暗黒のドラゴン何枚持ってんねん。くそー、うわー、勝ったと思ったのに。やっぱ最後の最後まで残しとくべきだったが、幻影の壁をね、縦に。ちょっと焦った手が、来い！魔法除去。魔法除去一応使ってきますか。いや、早いね。ターンエンド、ソードドラゴン出してくるでしょう。出してこない。ここに来てきつい。ちょっと待って、次のターンモンスター引けなかったら終わりですね。引けない可能性が高いんですよね。ちょっと待って、そんなバカな。このカードにかける、ふざけんな。ちょっと待って、魔法除去とりあえず使おう。荒野を破壊しときますね。よしよし、ちょっと待って、破壊 C の、まあいいや、ここは攻める、攻めるしかない。次のターンに光の暴風圏を引きたいよね。マッチ戦だからね、3戦あるから。はい、やりどうで、 OK、 ターンエンドです。きついな、ほんと。あー、マジか。さすがやりますねこの人。いやでもサンダーボルトきつかったな。次のターンでかかってるってことね。はいはい、わかりました。すべてにかけます、来い。負けたか。あ、ちょっと待って、いや負けたね。蒸気モンスター出されたら終わりだもんね。首の皮一枚つながったって感じか。クラゲ出します。鋼の甲羅効果。暗黒のドラゴン攻撃。相手の手札にはまだねソードドラゴンがあるのは分かってるんですよ。だからきついんだよな。終わった。あー、終わった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 。どんだけ強いカード持ってんねん、終わらしとか。終わった。あー負けた。あー負けた負けた負けた。くそー。マジか。あー負けちゃったよ。強い。強いっす。ワイルドダイナソーカード。倒そう思ったら地球をもう一回
氷河期にでも1000円かけて無理やで。ああ、グーノンでも出ないね。うん。まあ参戦だからね、カードの準備もできたことやし、次のデールに行こうか。カードを信じて戦います。もう一回ね。なんか魔法来てないっていう感じが怖いね。なんでこう、固まってんだろうね。ドロー。お、魔法除去。さっきね、カードの引き良かったはずだよ。負けたね、普通に。OK。今回、マッチ戦なのでちょっと長くなりそうなんですが、お付き合いください。また音バグってきた？よし。ドロー。人食いおじさん来たね。ここは、様子見で、受験男爵。邪剣男爵か。はい、攻撃しましょう。これで倒せるからね。はい。あれ？あれ？あれ？うわぁ！マジか！操作ミスだよ。うわぁ、ミスったー、もう。自分が嫌い。うわぁ、ほんと嫌い。あ、よかった。結果オーライだった。わあ、本当操作ミス慣れない、本当。すいません。ああ、よかった。なんで守備表示にするんだろうね。ここは、ニトモツさん、召喚しておきます。ニトモツさん。で、召喚、攻撃。ニトモツ、キング X で攻撃。なぜ攻撃表示で出さないんだこいつは。なんで本当に。え、何があったの今。え、邪剣男爵より攻撃力強いでしょ。何をやっとるんじゃあいつは。死者蘇生でキングレックス召喚。不可解な行動を取るな、この龍崎さん。何がしたかったんだ。まあそうでしょうね。はい、はいはいはい。ドロー、落とし穴。まあとりあえず大嵐が怖いけど、セットのイノタウルス召喚。どんどん攻撃で攻めていった方がねいいと思うので、攻撃。オッケー。ミラホとかは生えてなさそうだね。ニトモツ、キングレックス、攻撃。なんだっけ、効果。デッキから1500以下の地属性モンスター1体を。なるほど。めんどくさいカード持ってきたね。早っ、高速スタート。うん、くそー。ああ、いや、抜くか。なるほど、そういうカード使ってくんのか。もうコンピートあんま思わない方がいいかもしれないね。いや、落とし穴は一応仕掛けておいて。 OK。 サイクロンとかいう強力なカードを持ってるとかさ、せこいよ。もはや。よしよし。で、ミノタウルス攻撃。よしよし、頼みますよ。よし、ターンエンド。今回はあっさり勝ちたい。よしよし。上級モンスターへでよ、暗黒のドラゴン。ふむむ。召喚。よし。二刀持つで攻撃。おー、セイントマジシャン。強いカード持ってるね。死者蘇生とか入ってたか、そういえば。うん。やっぱりね。それ加えるよね。もう、
なんかほんと王道的なデッキだよね。でもちゃんとね恐竜も組み込まれてて、うん、いいと思います。どこ褒めてんだって話だけど、オッケーオッケー。暗黒のドラゴン、まあ、次が命取りだね。慎重に置かないと、多分死者蘇生使ってくるかもしんないよね、こいつのことだから。2頭持つとか蘇らせてくるかな。それを生贄にして蒸気モンスターって感じかな。来た、はいはいはい。お、守備表示トラコドン。いや、ちょっと待って、はい、発動させましょう。次のターンで決めます。 OK、 よし、守備封じ、まあいらないんだけど、よし、総攻撃。あ、ミスった。ちょっとな、もうこの癖直したい、ほんと。あ、でも倒せるか、どうせ。まだ操作に慣れてないですね。あれ、ええ、まさかまたバトルフェーズが終わっ、うっそでしょ。え、あ、違うか、判定召喚できる。え、これ終わってないか。あ、終わっ、え、あれ、ちょっと待って、おかしいな、もう、なんでこれ、もうなんだこれ、もうちょー、もう、あー、もうほんと自分が嫌い、あー、嫌い嫌い、ほんと自分が大嫌い、あー、もうビンタしてやりたい、もう呪い殺したい。あー、よかった。あー、でもあれ、そうか、よかったよかった。結局ここで四角だよね、押して攻撃。ほんとにね、申し訳ない皆さん、もう操作がね、ほんとにね、慣れない。バカだ俺は。あー、はい、攻撃。今なんだかんだで勝てました。すいません。ちょっとね、まだ未だにこう操作がこううまくいかなくて、発狂しそうになるな、これ。はい、勝てました。あー、一番の敵はこのやっぱ操作ですね。ゲームだわ。はい、ウィン。えらい強いやっちゃな。よっしゃ、新しいダイナソーカードに入れて、もう一回勝負だ。オッケー。じゃあ次が最後ね。はい、カードの準備もできたことやし、次のデュエルに行こうか。よし、最終デュエル。よし、これで勝った者がマッチに勝利とかかってますね。今度は操作ミスなくすよ。操作ミスしても勝てたのは本当運が良かった。和睦の使者、いいね、まだいいんだけど。攻めます。2頭持つキングレックス、攻撃。何もないでしょ、墓地に。はい、残念でしたね。なんでそのカードを伏せるんだ。あの伏せカードは多分魔法カード。よし、こうやって使ってくれたね、ありがたいね。敵のモンスターをパワーアップさせてくれてるとは、なかなか若いよの。よし、ただここでやります。早速もう攻めておきますね。デーモンの召喚を召喚させます。どんどん攻めた方がいいと思うので、オッケー、いけ。めんどくさいやっちゃな。よし、よしよし、まあ、これで生贄で何か出してくるにしてもまだまだ大丈夫でしょう。うん、効果モンスターをバンバン持ってるっていう。人食い宝石箱か。 OK、 人食い宝石箱召喚。バトルフェーズ、まず人食い宝石箱でこちらを破壊します。よし、そして怖いけどデーモンの召喚でこちらを破壊。おー、黒き森のウィッチとかへ、とんでも
カード持ってんのね。懐かしいわ。私の昔のデッキを思い出すわ。1500以下のモンスターをね、手札に加えると。セイントマジシャン、あんたまだ魔法カード使ってないんじゃないの。小屋ぐらいしかね。ターンエンド。多分ダイナソリーザクはトラップカードあんま入ってないような気がしますね。魔法カード、ドラゴンゾンビ、同士打ち。あ、そうか、小屋上がってんのか。そういえば、なるほど。ゲイドロー。どうしようかな。いや、ここ攻めます。どんどん攻めます。攻めれるときに攻めます。デーモンの召喚攻撃。多分あの伏せカードもサイクロンとかなんかその辺だと思うんだよね。トラップカードだって使ってないですもんね。強化カードとか死者蘇生とかサンダーボルトとかその類のような、サイクロンとかはねかもしんないけど、この時ってサイクロンで速攻魔法って認定されてましたっけ。どうだったっけ。ワイルドラプターね。はい、まあワイルドラプターで攻撃してくるでしょう。オッケー、ドロー。ゲーの壁。オッケー、次のターン一気に攻めたい。押す。よし、皆さん、なんとか応援してください、僕を。ちょっとね、操作ミスが結構あるけど、おー、強欲な壺。なんかみんなね、持ってるカードがあんま変わりなくてね、大差なくて、そこがリアルなんですよ。天使の残しとかね、強欲な壺って、城之内くんも使ってたし、なんだよ、エクゾディア揃えようとしてんのかよ。岩石の強兵で攻撃してくんの。まあそれもありだね、その考えも。そう、岩石の共鳴もパップすんのか。お、音バグってきた。あー、バグってきた。さよなら。治った治った。ドロー。レッドアイズ来た。ここはね、一気に攻めます。暗黒のドラゴン召喚。馬木の下も一応仕掛けとこう。いける。で、これを、攻撃表示。そして、おー、なんとか勝てたね。馬木の下とか使われない限り。おし、あー、よかった。一戦目負けた時はどうなるかと思ったけど、暗黒のドラゴン、攻撃。はぁ、まあ、終われよければ、すべてよしです。すいません、ありがとうございました。途中ねミスとかね不甲斐ないことやってしまったけど、なんとか勝ったぜ。関西人デュエリストナンバーワンはギワチンや。関西弁ねあんま使わないけどね、消えちゃってきてるんです最近。おし、ウィーウィン、オッケー。わあ、なんでや、なんでワイのダイナソー軍団が破れなあかんねん。クソ覚えとれよ、今度は負けんからな。よーし、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。ね、ここはこれかな、エキスパートパック。お、エルフの光。光属性か。まあ、後々、あとは、まあ、こんな感じですね。またお前か。あー、なんとか、勝つことができました。いやー、ほんと大変だったね。でも大会に2回連続なんとか勝てましたね。よし、よかった。本当に難しいな、この操作ですね。慣れなきゃいけないのは。こればっかりはもうほんと数をこなして慣れていきたいと思います。それでは恒例のパック開封をご覧ください。はい、城之内くんに勝ちましたと。エキスパートパックね、ワンでいきたいと思います。お、遺言状、これはいいんじゃないですか。今確か禁止ですよね、これだからあれですよね、一食い虫とかも特殊召喚できるってことですよね。めちゃめちゃ便利じゃん、やったね。あとはこんな感じかな。こういうおばあさんいるよね。うん、この子は可愛い、ラッキー。はい、またまた城之内くんに勝ちましたと。エキスパート1で引き続き引いていきましょう。これは逆転の女神ね。小学生の時だったら泣いてるね。
はい、レッドアイズで勝利しました。城之内くんに勝利。オッケー。引き続きエキスパート1で、どうだろうかな。エルフの剣士。まあ、微妙ですね。炎の魔人の子。お、魔法剣士ネオ。いいじゃん。1700。これは、ありがとうございます。非常に使えますね。グロい。エロい。寒い。はい、今日は毎週楽しみな少年ジャンプの発売日。今週はどんなカードがもらえたかな。おっと、ジュアレ来た。あ、ていうか魔法カードのバーゲンセール状態。これはね、自分のモンスターもやられる可能性があるんだけど、いいよね。闇の発信権。これはデーモンの召喚につけよう。魔法キャンペーン絶賛開催中って感じですね。うん、これエキスパートパック2にね入ってるカードがこう、うん、嬉しいね。ありがとうございます。はい、というわけで本日のパック開封でございました。結構いいカードがもらいましたね。遺言状とか。次回はこちらじゃないよ、こっち、彼らと戦っていきたいと思います。お、あ、ダイナソン龍崎一勝してるんだ、さっきの大会でね。 OK。 というわけで、今回はなんとかねマッチ戦でカラックも勝利することができました。まだまだ本当ね、デッキもそうなんですけど操作になれないといけないなと思いました。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価をしていただけると幸いです。それでは失礼いたします。バイバイ。